今年2月に行われたピアノの全国大会で金賞とベスト賞を受賞した唐津市の小学生が唐津市役所を訪れ喜びを報告しました。唐津市の峰達郎市長を訪問したのは入野小学校5年の山口理也さんです。山口さんは今年2月に東京で行われた日本バッハコンクール全国大会の小学3、4年の最も難しい課題曲の部門で金賞を受賞しました。さらに同じ課題曲を演奏した人の中で一人だけが選ばれるベスト賞も受賞しています。山口さんは5歳からピアノを習い始め、現在は週1回ピアノ教室に通っていて、毎日練習は欠かさず、多い日は5時間以上練習に励んでいるということです。金賞を狙ってたから嬉しかったし、それでベスト賞ももらったからより嬉しくなりました。山口さんの将来の夢は看護師になることで、将来はピアノと看護師を両立したいと話していました。